出てくるかと思いきや、7×7 歳のおじさんが出てきたと。私、7軒目のフルールホームルーム TV プロデューサーを務めさせていただくヤポンスキー小林画伯です。よろしくお願いします。友世代の皆さん、ありがとうございましたね。今日ね、岡沢にインタビューしたところ、今日の調子は100点満点で何点だって聞いたら、100点ですと言ってましたんで、10人体制、初舞台、そして1年生に関しては初ステージということで、緊張しております。はい、で、エンターテインメントの世界に携わる僕もそうなんですけれども、初舞台の景色というのは一生忘れないんです。皆さんがその景色にいるんです。彼女らの初ステージ、彼女らだけではなく皆さんも一緒になって盛り上げていただきたい。僕もね、ちょっと力入りすぎてね、ジーパンの股が裂けました、ここ。まもなく7軒目のフルールお披露目ライブ開幕でございます。それこそ私たち2年生は1週間前までは5人での振り付けフォーメーションでやっていたので、そこから1週間で10人バージョンに覚え直しとかもあって、めちゃくちゃ自分自身がすごい不安なところもあったんですけど、でももう練習をこの10人でね、合宿とか頑張ってきたことを信じてやって、もう今日めちゃくちゃ楽しかったです。本当にありがとうございます。ありがとうございます。50人で一生懸命頑張ってて、成果が今日今日皆さんにお披露目できてとても嬉しかったです。
会場にいる皆さんと今日最高のめっちゃ楽しい思い出ができたので、これからもよろしくお願いします。今日はありがとうございました。憧れの生理だってすごい不安いっぱいで今も泣きそうなんですけど、頑張って皆さん、お疲れ様でした。あっという間ライブが終わったところでございます。初ステージ感想を順番に聞かせてください。ちょっともう最初ドキドキで私ステージ横で泣いちゃったんですけどでもちょっとステージだったらもう会場のにいた皆さんがちょっと勇気づけてくれてすごい楽しめました。よかったね。最後泣いたので本当に記憶がそんなないんですけどなんかもうファンの方があったそのステージのペンライトの景色を一生忘れたくないなって思いました私ずっと泣くの我慢してるんですよ。あ、そうだ。なんか緊張して笑っちゃうやつあるじゃないですか。それをずっとやってたんですよ私。そうか、なんとかうまくいきました。なんとかうまくいきました最初はすごい緊張してて、でもなんか一曲踊り出したら緊張がパーってなってなんか飛んでてもう最後はすごい楽しくできました、はい、ドキドキしてたんですけど、うん、めっちゃ楽しめましたよかった。それが一番いいよ、はい、一番緊張したのな、はい、いやお疲れ様でした。今日のライブいかがでしたか。本当に楽しかったです。おどうでした。今までで一番楽しかったです。ああそうですか。岡澤が今日調子が100点だって言ってたけど何点でしたか。200億点です。200億桁が違う。何点さ。700億点。今日のライブいかがでした。良かったです。良かったです。良かったっす。後ろに騒いでてそれが彼女らの背中を押すことになりますからね。ちなみに誰推しで。勝美。勝美。そうっす。勝美推しですって。今日のライブいかがでしたか。いやもう最高ですね。その新曲も非常にノリが良くって、うん、今まではこうふわっとこうしたイメージだったんですけど、うん、今回からセカンドシーズンものすごくこう力強い曲が多くて、はい、はい、汗だくになって応援させて。いや本当だ。これは応援した証ですからね。そうです。うん、彼女たちはもう本当これ感激しますよ。ちなみに推しは誰ですか。はい、勝美ソーラさんです。勝美、お前人気あるな。緊張感は伝わってきましたか。めちゃめちゃ伝わりましたセンターでジャンプ、はい、してた。してましたね、はい、してました。思いっきりあれはもう決めてたんですか。僕が推してる子がいるんですけど、その子が歌ってる時にいや俺はもう全力で答えなきゃいけないっつっていつもジャンプして指さして遊んでます。ちなみに誰。岡沢ゆりです。岡沢お前幸せもんだな。これは作った自作。自作なんだ。ちょっと岡沢カメラ。ほんとだ、タヌキだ。ゆいぽん自作にこういう自作でした。え、これもですか。こっちが表で、うん、いや、すごい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 ぞ。今日のライブいかがでしたか。過去一良かったんじゃないですか。私もそう思います。過去一めちゃくちゃ良かったです。セカンドシーズンを迎えた7限目のフルールにメッセージをお願いします。今日のテンションであれば成功間違いなしだと思うんで応援してます。頑張ってセカンドシーズンこれからもずっと輝き続けてください。応援してます。いやお疲れ様でした。ちゃんとしたアイドルやってますね。初めてライブを見させていただいたんですが
あんなにも盛り上がるとは思わなかったです。で、彼女ら自身もすごく緊張はしていたんですが、もう始まってみたらもう本当に楽しそうにやってましたね。で、あの、なんといってももうファンの皆さんがもう全力で応援して背中を押してくれてたなと思います。ファンあってのアイドルっていうのがね、とっても印象的なライブでした。これからもね、よりたくさんの人に、もっともっと背中を押してもらえるようにね、彼女たち頑張っていくんだろうなと思います。彼女らは今スタートを切ったところでございます。これからね、高校卒業まで彼女らは走り続けるということでございます。本当に、今だけの刹那的な動きなので、皆さんぜひ会場に来て彼女らを応援してほしいと思います。見逃すな。今日お披露目ライブを終えたのですが、このお披露目ライブが10人体制セカンドシーズンのスタートなので、これからもたくさんレベルアップをして頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。